はい、おはようございます。宮田です。今日は上里のね、サービスエリアにね、久々に来てるんですけど、ちょっとね、パーキングエリアでこのもちもちの芋まんじゅうっていうのがなんか美味しいよってレジのね、お母さんが教えてくれたんで買いました。で、今すぐ食べるんやったら出来たての方がいいよって、なんかあったかい蒸したやつをこうね、のしがみつけてくれましたんで、これを早速ね、食べていきたいと思います。いや、ちょっと汚れましたね。やっぱりこの時期はやっぱどうしても汚れますね。どうすか、この赤のグリル。だいぶちょっとね、見慣れてきましたね。はい、見慣れてくるとなんかめっちゃかっこいいなって思います。よし、これ映ってるかな。距離感があんまり分かれへんねんけどな。ここあんまり、ここやったらめっちゃ離れてるやん。遠すぎるやん。やっぱこの辺かな、この辺近い、このぐらいがええかな。どうせやったらね、ちょっと外でね、芋まんじゅう食べようかなと思って、ね、早速これ。あ、結構なんかベタベタしてるんですね。なんかね、あんまり大きい声で喋られへんけど、寝てる人もおるからね。はい、ちょっとなるべく控えめな声で喋ります。はい、あー、こんな感じや。うん、いただきます。ちょっと固めなんやね。固め。あ、すごいわ。中になんかさつまいもが入ってて、こんな感じですね。いや、これめっちゃ美味しいわ。うん。ほんまさつまいもがそのまま入ってるって感じですね。うん。で、さつまいもの上になんかあんこがあるね。いや、これでもね、美味しいんですけど、喉乾きますね、めっちゃ。うん、あ、美味しい。上から鳩の糞落ちてこうへんから焦るわな。うん、めっちゃ甘くて美味しいですね。うん、めちゃくちゃ甘くて美味しいんですけど、やっぱり喉詰まってちゃんと喋られへんですね。はい、いやー、ええ天気やね。この木もすごいね。なんかもうなんか何年生きてるんやろな、この木は。すごいなんかオーラを感じますよね。もうこの木も、うわー、目の前に立ってる子、すごい変なオーラ出てるわーって思われてるかもしれんけどね。はい、お互いね、同じオーラを出しましょう、ね。いや、すごいな、この木綺麗だな、なんかな。もうそびえ立つって感じだね。うん、こっちなんかあれやもん、緑なくなってんもん、ほら。これな、えらい違いやで、こっちとこっちと。どうすか皆さん、森林浴ですよ、森林浴ね。いいですよ、緑。緑と宮田っていうね。はい。いやー、ゆっくりしよう。また、洗車してホイール磨きたいな。ちょっと、塩化リで真っ白になってくすんできたな。よいしょ。てれんて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 ん。トレーラージャパン、オーイェイ。てれんてれんてんてん。トレーラージャパン、オーイェイ。てれんてれんてんてん。てれれれんてんてん。でん、シュッ、うん、これサムネにしようかな。あ、これいいな、これサムネに使うわ。これAアングルやろ、これ、うん。
はいはい、宮谷です。どうもどうも、トラックに戻ってきましたよ。いやなんでマスクしてんねんって。トラックの中やから別にマスクいらんやんって思うやん。まあ、この距離やったらいけるかな。今さっき芋まんじゅう食べたやん。だからなんかこう歯とかにこう芋まんじゅうとか挟まってウェーってなってたら嫌やから、一応マスクつけてんねん。まあでもこの距離やったらいけるか。水でぐじゅぐじゅやったしな。ちょっと待って、調べる。ちょっと待ってな、ちょっと待ってね、鏡でちょっと見るね。まあこの距離やったらいけるかな。ちょっと芋まんじゅう挟まってますけども、はい。いやーめっちゃ暑いな今日。なんか天気は今日13度なんですよ。13度です。まあ、逆にね、あの冷房入れらなあかんなっていうぐらいね、もう冬どっか行ったんかなって思いますけど、毎年あれなんですよ皆さん。2月になるとね、1月の終わりから2月にかけてがめちゃめちゃ大雪になるんですよね。そう、油断させといて、おっとこの辺でちょっと雪をピタッて止めたのかってなって、おー余裕やん、今年のお冬は大したことないなってなってた時にブエーって雪降ってくるんですよ。もう大渋滞毎年なんですよ。今年も冬安全で乗り切るぞ。はい、ってことでね、皆さん安全運転でね、冬何事もないね、冬を越えましょう。そしてみんなで僕と一緒に春を迎えましょう。はい今日何の動画やねんってな、ほんまに。うん、いや芋まんじゅう食ってちょっとトラックバーってちょっと映して、ちょっとおしゃべりしてるみたいな感じの動画なんですけどね。はい、そうなんですよ。たまにはいいじゃないですかこういうのもね。はい、で皆さんね、あのコメントね、赤いグリルパネルにね関してのまあ、コメントをね、まあいろいろ入れてくれて、まあ、かっこいいよとかね、すごく目立ちますねとか、もうミヤタンもう一発でスライドしてもこれでもっとわかりますねとか、いろんななんかね、ありがたいことにね、言葉をいただいております。今のところね、なんか変やでとか、いやメッキの方が良かったでとか、そういうコメントは今のところなかったんで、あ、意外にみんななんかこうかっこいいなっていう感じで言ってるんやなと思って、僕もちょっと良かったなって思ってます。はい、僕も初め見た時インパクトが強烈やったんですよ、赤のグリルが。でもだん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 見てたら、俺やっぱりってこれめっちゃかっこええやんってなってきたんですよ。そうなんですよ、やっぱ初めてやっぱ違和感あんのは仕方ないんですよ。やっぱシンプルで、もともとメッキでシンプルでやってるから、そこをあえてバンって赤にしてしまうことによって、うわーってなる強烈なインパクトがあるんですよ。でもそれがだん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 見慣れてくると、まあ僕ツイッターに写真とかあげましたけど、夜ライト白の光つけてその宮団子を映した時に、あの赤のグリルと白のボディと、その白の光がなんとも幻想的なんですよ。あれ見た瞬間にね、いやめっちゃかっこええと思いました。ね、柴田社長ありがとうございますそして、セノプロの方、塗装をねやっていただいて本当にありがとうございます。そして、整備の名前はちょっと秘密です。はい、整備の方、取り付けしていただいてありがとうございます。寒い中ね取り付けしていただいたと思うんです。僕が寝てる間にね、整備の方があのグリルをねつけていただいたんですけどね、本当にありがとうございます。はい、一生懸命ピカピカにしてお仕事頑張るとはい、それでは、視聴者さんのお時間がやってまいりました。まあ、次回からねこういうコーナーもね、まあ、ちょっとエンディングにね設けていこうかなと思って、あのこの間僕ねラルクアンシエルのウィンターホールという曲を、まあ、通勤中に歌ってて、でそれを聞いた視聴者さんが、あのラルクアンシエルの、仮装という曲をね、歌ってほしいですということなんで、まあ、一曲まるまるというわけにはいかないんですけども、まあ、覚えてる範囲でね、まあ、ワンフレーズだけでもねちょっと歌っていこうかなと思います。でギターもねちょっとあのコードとかないし、まあ、覚えてる範囲でねなんとなく雰囲気だけだけど、ギターもちょっと軽く弾いて、イントロだけ弾いて、ほんで歌も、まあ、ちょっと省略していきなりサビに行ったりしますけども、その辺はご了承ください。今ちょっと手元に歌詞ないんでね。はい、それでは、視聴者さんのあれでね、ラルクアンシエルの、仮装聴いてください。ワン、ツー、スリー。
瞳開けたまま腐食をしてゆく体鮮やかに飲み込まれるこの意識だけを残して完成の仮装でした。はい、ありがとうございました。またリクエストあったらまたねコメント欄に入れておいてください。できる範囲で、歌っていきたいと思います。はい、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。みやたんでした。またね、バイバイ。